どうもこんにちは、本田です。それでは先ほどの問題の復習問題を解いてもらいます。トランプのスペード13枚とジョーカー1枚から1枚引く思考を繰り返す。3回目のジョーカーを引いたら終了するとき、軽快目に終了する確率が最大になるような K の値を求めてください。ただし今回は3回目のジョーカーを引かないとゲームが終わらないから、最低でもゲームは3回やるよねということで、 K は3以上で考えてください。一旦一時停止ボタンを押してもらってこの問題にチャレンジしてください。3秒後に解説を始めます。お願いします。はい、すか。そしたらできます。どうかな、できたかなこれ。じゃあもう一度問題を確認してみよう。トランプのスペード13枚とジョーカー1枚、今回は14枚のカードうち1枚ジョーカーってやつを使っていくんだよね。こっから1枚引く思考を繰り返す。14枚のカードから1枚引くっていうのを繰り返すんだよね。で、3回目のジョーカーを引いたら終了するんだ。で、この時軽快目に終了する確率が最大になるような K の値を求めよう。ちょっとここ意味わかんないから、とりあえず軽快目に終了する確率、ここまでを出してみよう。軽快目に終了する確率ってのはどういう状況かな。これっていうのは、まずゲームは軽快を行いますよ。さらに今回は3回目のジョーカーを引いたら終了するから、ジョーカーを引く確率1/14、これが3回でなくちゃいけないんだよね。ゲームは軽快だから、ジョーカーじゃない1/14の確率は全体軽快からジョーカー3回分を引き算した、これ回だけ出なきゃいけないよってことになるわけだ。で、さらにさ、このジョーカーとジョーカーじゃないやつっていうのは別に何回目に出てもいいからぐちゃぐちゃにしてあげるって考えるんだけど、今回はさ、3回目のジョーカーを引いたら終了って言ってるからさ、最後がジョーカーっていうのは固定してあげなくちゃいけないんだ。ここがミソね。そしたらさ、この K-1 回目までをぐちゃぐちゃにしてあげればいいって考えればいいから、今この K-1 の中にジョーカーが2個あるんだ。だから K-1 の居場所の中からジョーカーの場所を2箇所選んであげればいいよね。ということで、これっていうのはこの確率にかけられて、警戒目に終了する確率は K-1C にかけるこれってなるわけだ。そしたら次は K-1C2 っていうのを展開していこう。これはさ、さっきの基本問題と違って、さっきはここが N だったからさ、 N の階乗分のってやでさ、上の部分にててんって発生しちゃったんだけど、今回はさ、ここの部分が2だから分母が 2×1、 分子はさ K-1 からスタートして、この数に合わせた形で1個減らして掛け算すればいいから、 K-2 っていうのはさらにかけられるんだよね。で、これっていうのをまとめると、2分の K-1×K-2、 こうなるわけだ。ということで、K-1C2 の部分にこれをはめ込めば、こうなるわけだ。そしたら次は、ここの部分の指数を展開して整理すると、ここまで綺麗にする。そしたら結局これを見てさ、K に何を入れたら最大になるのかっていうのがわかんないから、次は PK に対して PK プラス1っていうのを考える。それは、この K の部分を K プラス1に変えればいいから、変換するときは、括弧をつけるのを忘れずにね。そしたらこの括弧っていうのを外して綺麗にしていくと、こういう風になる。ここまで来たら、この2つの関係性っていうのを PK よりも PK プラス1の方が大きいですよ。こういう風に仮定した時に、 K がどの範囲にいたらこの法則性が成り立つのかっていうのを考えていくんだよね。 PK プラス1の方が PK よりも大きい時っていうのは、両辺を PK プラス1で割ってあげて、 PK プラス1分の PK が1より小さい、この状態と同じなんだよね。だから今から PK プラス1分の PK が1よりも小さい、この不等式を解いていく。これを解いて K の範囲が出たら、その範囲内ではこの法則性が成り立ちますよってわけなんだ。じゃあこれ約分していこう。まずさ、2っていうのは約分できるよね。 K-1 っていうのは全く同じものがあるから、これを約分できて、次は14の K 乗、14の K プラス1乗、これはさ、こっちの方が14、1個多いですよってことだからさ、ここの部分が約分できて、さらに13の K-3 乗と13の K-2 乗、これはさ、こっちの方が13、1個多いよねということで、ここの部分も約分できて、最終的に生き残ったやつらはこいつらになるってことなんだ。これだと綺麗にまとめると、こういう風になる。そしたらあとはこの部分を計算して解き進めていくと、 K は28より小さいってなる。つまり28より小さい自然数、27以下の自然数であれば、この法則性が成り立ちますよということで、1から27を代入したこの部分まではずっと上がり続けるって言ってるんだ。じゃあさ、これの逆の時はどうかな。この逆の時に関しては、
単純にここの向きが逆になるから、それがずーっと保存されて、この時っていうのは最終的に K が28よりもでかい、こうなるわけだ。28よりもでかい自然数、つまり29以上の自然数でこの法則は成り立ちますよ。29以上だから、例えばさ P31 よりも P30 の方がでかいよ、こういう法則がずーっと成り立ちますよってことなんだ。じゃあギリギリないはどっか、それがさ29なんだよね。じゃあさ K に29入れてみよう。 P29 の方が P30 よりもでかい、ここだよね、ここなんだ、ここはギリギリない、それまではずーっとこうなりますよってことなんだ。で今これを見るとさ、28の方がでかいよ、29の方がでかいよ、じゃあこいつらどっちがでかいのって話になるわけだ。そこでね、今さ K が28よりでかい、 K が28より小さいって考えたよね。じゃあさイコールだったらどうなのかなって考えればいいんだ。でさ結局さ、ここの部分がリンクしてるから、イコールだったらここイコールになるよ。 K イコール28の時 PK イコール PK プラス1が成り立つってことなんだ。じゃあさ28入れてごらん。 P28 イコール P29、 これ一緒って言ってんだ、これ一緒。つまり大きい大きいってなって同率でチャンピオンですよってことなんだ。今回の問題では K 回目に終了する確率が最大になるような K の値を求めよう。今さ K イコール28と K イコール29が同率チャンピオンですよって言ってるわけだから、答え K イコール28と29、これ答え OK ですか。この問題すごい面白いよね。このさ PK と PK プラス1、この関係をね使いこなせるかどうかでかなり差がついてくるから、君はねぜひこの問題を習得してください。でもしね1個前の基本動画を見てない子はぜひね1個前の基本動画もねチャレンジしてみて、すごく面白い問題になってるんで。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。